みなさんこんにちはデンタルライフデザインチャンネルですアシスタントの道平です司会制止のマンダです本日は今さら聞けない歯科ちしコーナーということでこちらのご質問をいただいております srp 時の演歌歯石を取る際の音について教えてくださいということでメールを読ませていただきます srp をして演歌歯石を取るとき歯石があるならジャリジャリと音がするはずだ と言われますそこはこだわるところなのですかというとこなんですけれども先生初めて音についての。 質問でですけれども、はい、いかかがでしょうかこれ実は私も昔々言われたことがありまして先生からそれで怒られたことがあるんですけど結論から言うと私はははここここだわるととろではないといいう,うに思っていますと一番大切なのは、まあ、コンメについた歯石があってそこのところを確実に探知などで、まあ、もし拡大シェアでマイクロとかで見ることができるのであれば歯石の場所を確認をしてあのハンドスケーラーであればその下にこう 回し込んでしっかりと取るということと超音波スケーラーであれば上から崩していくようになるんですが。 確実に手指感覚や視覚で視跡があるところを確認してそこを確実に捉えていくってことが重要になります音だけを頼りにしていくとオーバーになってしまってコ面をこう混ませてしまう可能性がありますので私は音だけを指標にするっていうのはあまりあのお勧めはしていないので先ほど申し上げた通り探知の能力を高めるっていうこととなるべく拡大視野も使って見えるところはしっかり確認しながら SRP を行うことを私はあの日常 認証で念頭においいてて行っりりまますす先生ありがとうございます今音を指標にしないっていうことを教えていただいたんですけれども音音ががすすすするる場場合合ももあありりままかはいね例えばいろんな歯石の付着の様式っていろんなパターンがありまして例えば大きな塊でついてますよっていうパターンとかある程度小さいものが天井についてますよとかあともっと細かい砂状のものがついてますよっていろんな正常があるんですけど例えば 大きな指石の下にキュレットをこう下に回し込んでパリッと取るときとかはちょっとジャリっと音はしたりしますね。うん、であとはまあ砂状のものあまりにも砂状のものはそこまで音はしないと思うんですけど、うん、ちょっと大きめのものがいくつかあって長いストロークで軽くするときとかも少しジャリジャリとした音は鳴るかなと思います。うん、ただ音だけを指標にするっていうのはちょっとオーバーになる可能性がありますのでそこは十分に気をつけてみてください。 ありがとうございます。えー、教えていただいた内容をぜひ明日からの臨床にお役立てください。また、過去の SRP の動画もたくさんアップさせていただいておりますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも皆様のご質問にお答えしていきたいと思います。質問がある方は質問フォームよりお願いします。えー、この動画が良かったなと思われる方は、 いいねボタンとチャンネル登録お願いしますそれではまた次回お会いしましょう